皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もエイリアンアイソレーション遊んでいきましょう。で、ただいまの目標サミュエルズを追う、彼はアポロにアクセスして限界態勢の解除を求めるつもりで、彼を探し出して支援しろというのがただいまのミッションで、こっちに進んでいきます。そうだそうだ、前回ね、ここをちょっとこうチラ見して、で、アンドロさんがたくさん寝てるっつって、あ、起きた。こいつはどうしよう、ショットガンで仕留めるか。敵対してますね。ちょっと硬かったな。アイテムは取れない。これね、弾丸を作り出すことができればだいぶはかどるんだ。だけど、私をイライラさせないでください。あ、待って、2人ぐらい来なかった。いや、ひどいな。まだ生きてる。待って。ショットガン。ここえぐいな。アイテムが出ない。ショットガンか火炎放射器をまあひたすらこうぶっ放すしかなくない。ちょうどうまいこと顔面に当てれば2発でいける。ハイデンシステム、カメラを非アクティブに。ここにダクトか、発煙筒。ダクトに入って近道ができんのかな。でもこっちも気になりますよね。ショットが2発あるから、まあ1匹は倒せるとして、ここもか。ちょっとダクトに入っていいですか。ダクトの中にこうなんか避難したね、おっさんとか、そうこういう人がいて、ショットシェルを持ってない。持っててくれればだいぶいい子だったんだけど。ただショートカットできるっぽいね。スクラップ、これをね、撮ってるのが6月15日月曜日なんですが、今日はね、あのフォールアウトじゃないや、ベセスダのカンファレンスが E3 でありまして、こっちもいける。で、フォールアウト4だったり、あとはフォールアウトシェルターっていうなんかスマホゲームもね、紹介されてましたね。こう住民を管理して、なんかクエストとか外にこう旅立たせて、で物資を持って帰ってこいみたいな。怖いな、ここ。なるほど、こういう部屋がこう連結されてんだね。ちょっともう一回ダクトに戻って直進してみよう。あと発表されていたのは Doom の新作ですね。 FPS の。ここ分岐が激しいな。正面は ID カード。ここも上に監視カメラだね。
で、そうそう、そういえばね、アイテムなんですが、なんかね、満タンの部品を当てはめておくだけできるんじゃないかっていうふうに言われたんですよ。全部いっぱいなんでね、あれなんですけど、例えばこういうふうに、ここだけこう、当てはめておいて。あ、できるんだね、これ。当てはめておけるんだ。え？ちょっと待って、これ、外せなくない？これ、外せないですね。当てはめておくことはできるけど、外せなくなっちゃった。まあいいや。リボルバーよりはショットガンだね。ここにも監視カメラ。あれに反応すると多分起きてくる。よし。これで再び監視カメラをオフに。これで彼らが起き上がることはないんじゃないでしょうか。どうだろうね。よしと。あとね、そうそう、もう一つフォロワーさんから質問されたんですけど、このゲーム、どうやって重力を発生させてるのか。あれはサミュレズ。っていう話なんですが、確かに重力に関する情報は一切ないですね。Ripley, good to see you alive. Apollo security perimeter has been built so that only Seeks and synthetics can interact with it. Listen to me. I'm going to have to do something rather drastic if I hope to connect with Apollo.少々荒っぽい方法でアポロにつなぐ。どうやって？接着剤。メディキットを使わなくてもいいか。ショットガン、ショットシェルがもっと欲しい。どっち？電力を復旧。一回フォーマットをかけてつなぐっていうことかな。セーブ屋さん、よしよし。アイテムないっすね。アイテムないっすね。ここはさっきの通路ね。こっちからこう迂回してきました。Samuels, that's too dangerous. Yes, far too dangerous. Wish me luck. Samuels, don't! 一人にすんな。一人にすんな。言わんこっちゃね。どうしたらいい？まず赤いケーブルを切断する。これだね。これだろ？待って待って待って、これがどこに繋がってる？
赤でしょ、これだよね。切ったよ。これね、なぜかね、ヘッドランプがですね、つかないんですよ。これでしょ？ブルー。お次は？ここはね、緑と黄色だった。台車のそばにある壁のソケット、台車のそばにあるこれか、これじゃない、台車のそばにある台車ってどれ、ちょっと待って、ちょっと待って、台車ってどれ、これ壁のソケット、台車のそばにある壁のソケットってこれか、これか、色覚えてる、覚えてたんでね、色で言ってくれた方が良かったんですが、これでしょ。さあこれでラス1、次ね。オッケー、サミュルス、サミュルス、You're dying. You talk like I've had an actual life. I thank you for that. サミュルス、The Apollo transit is open. Once you get into the core, it will talk to you. You did that for me. I wanted Amanda Ripley to have closure. サミュルス、そしたら今からそのアポロに接続しに行きましょう。Ricardo, if you're there, pick up. 反応がない。I'm here. I'm here. Sorry. あった。Samuels is gone. Shit. He opened Apollo Transit for me. I'm gonna go straight there. I'll get Apollo to lift the lockdown. 直通シャトルでアポロ公園へ向かう。このステーションを統括している AI。 ん？起きたよね？起きてないんかい？怖いな、ここダクト通っていきたいんですが、大丈夫かな。待って、誰だ？そこにいるこいつか。ちょっと待って、一旦隠れさせて。いいです。ここになんかずーっといるっぽいな。うん、入ったのは間違いか。入ったの間違いか。いや、ただリボルバーでいける。6発で、やっつけられる。ヘッドショット6発ですね。ただね、これ動きながらやるのはほんときついよ。アイテム出さない。
こいつは死んでるよね。で、ここにセーブ屋さんがあると。セーブ、そしたらこっちだね。直通のエレベーター？直通シャトル？なんだ？Play it, Ricardo. You're Mono, right? Yeah. Atena. Sector Zetwin and Jutani. Oh, the big guns now, huh? Not some girl with abandonment issues?Leave Ripley out of this. She's just looking for closure. I'm looking after Wayne and Yutani interests. And I'm looking to get out of this fucking cell. Maybe we can do it here. Maybe. This is being recorded. あのライトの意味。I saw. Red lights on. I want data. The location of the planetoid where you found the derelict. All data you have on the origin of that. エイリアンがどこから来たか知りたい。I can give you that.And a way off this station. You just have to let me out. I can probably agree to those terms. What the fuck? Taylor! Taylor, get me out of the cell right now! Get me out! Ripley? I heard it. 裏でエイリアンに関する取引があった。ウェイランド・ユタにはエイリアン1でもそうでしたけど、まあ、秘密裏にあのエイリアンを生きたまま捕獲したいっていうね、捕まえたいっていう思惑があったわけですよ。アポロ、プライベート・トランジット、アベレブル。ボード・フォー・アポロ・コー。まあ、それがね、この作品中でも反映されてる。で、どっちだ？直通シャトル。アイテムはないかな。アイテム、センサーがある。センサーだっけ？チャージパック。いっぱいですね。そしたら、これか？アポロ移動システム。どれだ？これかな？ 1 番と2番どっち？多分これですよね。いや、こっちか？いや、違うよね。アンドロイド研究室、そこだよね。多分これですよね。ただこっちもあるよ。あ、こっちはダメなんだ。とりあえずシャトルが来るまで待ちましょう。で、扉が開いて、これに乗っていきます。アポロコアへ。いよいよこのステーションをね、統括している AI とのご対面。まあただ、
たどり着ければの話ですけど。この真下。目標アップデート、仮想界へ向かう。で、アイテムがすごいいっぱいありますね。これ嬉しいな。ヘッドランプ電池は交換しとこう。ショットシェル。部品 B とスクラップなんで、メディキット1個使っていくか。ここに当てはめるだけ当てはめておこう。この機能はすごいいいですね。自分知らなかったですね。フォロワーさんから、コメントで教えてもらうまで知らなかったですね。これは便利だわ。ノイズメーカー、スモーク爆弾、インジェクター、他は？ ID カード。個人フォルダなし。共有。共にある明日へ。シャープさん。セバストポリへ。シグソンが宇宙植民の準備を進める間、その拠点作りも着々と進められていた。比類なき可能性を秘めたステーション、セバストポリ。セバストポリはジオファンド投資基金が出資し、ロレンツ・システック開発によって建造され、フリーポートとして稼働を始めた。で、まあいろいろあって操業停止の危機に直面して、幸いなことに、このステーションの再活性化の機会を待ち構えていた。まあ、ただそれもね、夢と終わったわけですね。音声緊急封鎖。I've come over to Apollo to find out what sent the synthetics crazy. This place has gone to hell. Apollo's redirected core android duties and the job of the maintenance we requested after we got the news.Coolants everywhere, gas has escaped, and the primary access lift has shut itself down. I flagged a help request, but apparently I'm 45th in line. Systems are suddenly obsessed with hazard containment. I'm gonna find a way down. Spreading out. アポロがアンドロさんの AI を書き換えてしまった。命令をね、違うものにしてしまったんでね。銃器を検知。こっから先は銃は使えない。ただまあ爆弾の類は使えると。スタンバトンがないのかな、ちょっと痛いな。プラスセーブポイントがなぜかない。ここ入ったらあんのかな。このなんかこの間とか通せないの、ここね。パスコードが必要。アポロの図面を確認する。これか。 Okay, let's see. There's a power conduit that links to the Apollo core. I can use that. You think you'll fit?
Turn off the electrics, take some deep breaths, squeeze. Easy. I'm not coming up there to pull you out if you get stuck. 今回は忘れなのよ。忘れるなよ。4930。パスワード？このね、マップもエイリアン2にありましたね。4930。ただね、映画のエイリアン2のマップはね、なんか一般人が見てもこれ何っていうくらいにめっちゃ複雑なマップでしたね。ただリプリーたちはなんかスイスイ。まず電源を落とす必要がある。右ですね。さあ、でですね、今回は時間の切りがいいんで、一旦ね、ここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると嬉しいです。次回はね、アポロコアにアクセスする。配線化の電源を切るところからスタートになりますね。はい。割と近いから、まあ、サクサクやっていければと思います。はい。ではね、また次回のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。